今日のですねお題は SNS というものを与えられた瞬間に脳がパニックになってますので、ね、ずっと何で人間は目立ちたがるんだろうか何で人間が評価されたがるんだろうかというのを後付けでつけた言葉であって。 本来そこにあるのは僕らの脳がもともとダンパー数と言われる群れの仲間が150人から200人しかいなかった世界で生き残るために一番これが大事だっていうプログラムがいまだに殺されたくない群れのために誰を殺すべきかという原始の本能が人間をですおしゃべりにするし人間を噂好きにしてるわけですね。そのプログラムは今後更新されないだろうか いや、更新されますよ。100万年くらいかけりゃ、100万年かけてセッティングされたんだから、10万年くらいかけりゃ、なんとかなるでしょう。えー、ゼミ生の皆さん、こんばんは。えー、岡田敏夫ゼミ、今日は2月28日ですね。あの、2月最後のゼミです。いきなりね、あの、なん金曜日の夜、えー、エヴァの公開2月、違うちが3月の8日というふうに言われてびっくりしてよね。 何があったのかで、まあまあ、本当に10日ぐらい前にいきなり発表になったから、まあ、どのタイミングで行こうかなと思ってます、えー。最初にですね、全民生のみんなからですね、お便り来てるので、ね、読みます、えー。採用者にはですね、今月のステッカーですね。 えー、バレンタイン仕様になってる今月のステッカーをですね、あの、くしていただきます。えー、次回ですね、あの、3月7日のゼミは人生相談スペシャルなんですよ。あの、まあ、サイコパスの人生相談というのをやるのでですね、お便りを今大募集しております。あの、人生相談でもいいですし、タイトル通りですね、愚痴でも何でもいいですし、単なるあの、ファンレターでもな大丈夫です。えー、まあ、あの、サイコパスというふうに言ってるのは何かというと、まあ、何事もね、面白がってしまう。どんな深刻な相談もやっぱりね、僕はあの面白がっちゃうんですよね。だからそれがまあ、あ どんどん答えるというコーナーです。えー、お便りはですね、この下に今出てますね。あの、投稿フォームからよろしくお願いします。えー、岡田茂雄さん、30代男性、ニコニコのプレミアム会員の方です。イラストレーターをやっております、岡田茂雄と申します。アーカイブはすべて拝見し、3週目に突入しました。すごいね、3週目。えー、先日の放送で岡田先生が、えー、自腹でステッカーを作って自腹で送ると嘆いてらっしゃったので、勝手にステッカーとポストカードを作っていました。もしプレゼントに使っていただけたら光栄です。ということで、 あの、しげさんが作ったですね、私茂雄げくんが作った、なんかあの、サイコパスのオタキングの王様っていうですね、あの、何でしょうね、自動書の表紙っぽいこんな、こんな感じのですね、ポストカード作ってくれて、で、これを、まあ、あの、ステッカーにしてですね、あの、まとめてくれたのですね。 えー、まあ、あの、しばらくですね、これがなくなるまでおまけで付けることにしますので、楽しみにしてください。適当にあのね、なくなったらやめますので、えー、限定ということになるのかな限定なのかなよくわかんないですけども。えー、岡田市が送にはあの、ステッカーいくつか選んで送りますので、あの、楽しみにしてください、えー。スラスラさん、30代女性ですね、YouTube の限定の方。いつもとても楽しく拝聴させていただきます。拝聴ということは聞いてるんですね。はい。 え、岡田さんの話が大好きな石川県金沢に住んでいる30代女性です。毎年のことでありますが、今年は雪が特にひどく、降り積もる雪に精神的に参ってます。毎日の雪かきとの戦いです。 岡田さんのステッカーがもらえたら、この辛い気持ちも吹っ飛ぶなぁと思い、ずーずーしてお便りします。何とぞお恵みよろしくお願いします。というふうなことで。えー、じゃあもうこの、あの、変なステッカー、変なって言ったら新緑に失礼 <laughs> と、あの、バレンタインのステッカーと両方送りますのでですね、楽しみにしていてください。あの、僕、大阪出身なので、お、あの、雪かき憧れなんですよね。東京に引っ越してたまにね、20センチぐらい積雪があって、 まあ、その時に雪かきしたらもうそんな憧れ吹っ飛ぶんですけどもね、でもね、金沢いいですよね。やっぱりその雪がすごい積もってる景色見たらですね、ご飯美味しいしなぁと思ってお疲れ様です。えー、ステッカー送りますので、えー、頑張ってください。もう、もうすぐ春です。 えー、並びさん、また30代女性。はい。ニコニコ限定の方ですね。岡田さん、こんにちは。ガンダム講座をきっかけに岡田全に入会して2年になります。お、長いことありがとうございます。えー、2年前までアニメを見る習慣が全くありません。実写のドラマや映画に比べて見づらくて、声優さんの演技も独特なので聞いていて疲れるという印象です。ああ、わかる。うーん。それね、慣れないとそうですよね。 ガンダムは夫の強い勧めがきっかけで見ることになりました。いい夫ですね。少しずつハマっていき、もっと知りたいと思ってネットを検索して岡田敏夫さんにたどり着きました。ガンダムと岡田さんのゼミがきっかけで少しずつアニメを見るようになって、映像研、コナン、白箱、鑑賞しているうちにだんだんアニメの楽しみ方というかコツがつかめてきたように思います。あ、よかったですね。そしてエヴァンゲリオン。 イデオンやガンダムコナンを履修した後に見るゲバーは解像度が全く違って見えるようになりました。たった2年でも岡田さんの解説を頼りに作品を見ていただけでこんなにアニメが見れるなんて。 それまで物語のあらすじや流れを重視して味わっていたのが、画面全体を見る、絵を見るという力が鍛えられたことで、アニメを見られるようになったのではないかと考えています。しかもこの能力を身につけた上で、すごいね、念能力みたいだねえ。先日お芝居、演劇を見たところ、舞台全体が頭に入ってくるような、これまで体験したことのない感覚がありました。こんな力を授けてくださっては、本当にありがとうございます。もう本当にね、念能力ですよね。あの、解像度が上がるっていうのはね、多分、 そのうちあの映像とか舞台だけじゃなくてニュース見たり本読んだりしてもね上がってくると思いますんで、えこのままできればゼミを見続けてください。今月のステッカーと杉尾ステッカーを送ります。えーグーさん、ニコニコの方ですね。風の谷のナウシカの会をグラレコしたので見てもらえたら嬉しいです。以前アナ雪などのグラレコを紹介してくださってありがとうございました。えゼミ大好きです。ずっと応援しています。ということで、ありがとうございます。えーグーさんのですね、 ウラレコ、ナウシカのウラレコですね。手書き風で割とね、あの、可愛い絵です。で、風の谷のナウシカの、まあ、風の谷がどうやってできたのかっていうのを、こう、1枚。で、2枚目。もえー、いわゆる砂棚ですね。砂棚がどうやってできてるのか。虫よけの笛がどう,いうふうになってるのかっていうので、えー、3枚目までですね。えー、この巨神兵、実は人が乗るタイプもあったんだよというふうなところまで書いてくれてます。ありがとうございます。ただ、あの、グーさんですね、あの、 えー、住所、氏名書いてなかったんですあのー、ステッカー送れないんですよね。だからステッカー欲しいんだったら、あの、住所と氏名をですね、もう一回また、あのー、投稿フォームに書いてください。で来週のゼミはですね、あのー、さっきも言った通り人生相談スペシャルなので、お便り大募集です。えー、お便りは、えー、また投稿フォームお願いします。<laughs> ここの投稿フォームからですね、えー、お待ちしております。よろしくお願いします。まだ投稿フォーム出てこないな <laughs>。もう、ここから辺がね、リアルタイムで急に言うと。 今出ましたね。はい、投稿本からです。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。えー、っと。これですね。今日のですね、お題はあのスマホのです。えー、書籍ですね。え、新潮新書でですね、980円です。よいしょ。 えー、著者のですね、アンディシュ・ハンセンという人はですね、スウェーデンの精神科医ですね。えー、実はですね、スウェーデンというのは精神科の大国、精神医療大国でですね、えー、ただですね、この著者の住んでるスウェーデンで、今ね、精神科にかかる人が劇的に増えてる。このね、十何年ぐらいで、あの、2倍以上に増えてるそうです。2倍以上もっと増えてたのかな。なんかね、今国民の9人に1人が抗うつ剤の 治療を受けてるというかそうですだからなんか割とね異常事態になってるんですよね。う、ま、つ、あ、とか不安とか睡眠障害が大体メインなんだそうですけども国民の9人に1人というのはかなりの数ですよね。で、あのーまあ、この原因がスマホではないのかっていうような、まあ、内容なんですけどもまあ,あの、著者はですねアンディショハンセンという人はこの「スマホ脳」というタイトルでこんな新象だったらですね どうせまたそういうのをスマホのせいにするんだろうとか、ネットのせいにするんだろうって思っちゃうじゃないですか。で僕もそういうふうに思ってたんですけども、割とね、安易に決めつけてないんですよね。あの、まあ、現代社会は、あの、人を不安にさせるニュースも多いし、あとね、仕事とかね、あの変化もどんどん早まってるから、あの、あとまあ、あの、うつが多いとかね、うつの症状の人が増えてるとかっていうふうに報道すると、なんか自分のことがうつじゃないかって言ってくる患者も増えるんで、 そういうですね、なんかスマホが普及したからうつが増えていくっていうのは相関関係があるのかないのかまだわかんないじゃないですか。で、幸いなことにという言い方はなんですけどもですね、この10年間ぐらい、やっぱりね、精神科医とか心理学者の中でも、このスマホをあんまり使ってると心に悪いんじゃないか、体に悪いんじゃないかというふうに考える人が増えてるんですよね。で、なので、心理実験とか大規模な社会実験がそこかしこで結構行われてる。割と世界中で、それはもう中国から、 オーストラリアからニュージーランドから世界中のいろんな国であの実験やってる。で、そのデータがどん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 今出てきてる段階なんですよ。で、この本っていうのはその、その、えー、最新の研究データとかを駆使してるので、あちょっとね僕も読んでみて最初抵抗あったんだけど、あ、これいけるなと思ったんですよね。まあこれまず全く違う結論が見えてきたんですね。やっぱスマホでどのように人が変わっていくのかっていうのは、 現代のその、まあ、精神科医にしても心理学者にしても最重要課題みたいです。で、えー、どんなデータが見えてきたのかというと、よいしょ。まあ、大雑把に行ってですね、アンディシュ、アンディッシュハンセンの主張、この3つにまとめることができます。えー、まずスマホはドラッグである。ですね。スマホっていうのは便利な機械なんだけど、それ以上に実はドラッグであって依存性がある。で、えう、ー、つとか不安とか、あとね、能力低下。 睡眠障害を引き起こすっていうのがですね、ハンセンの主張です、えー。しかし、ドラッグということは依存性があるので、そういうのが体に悪いと思ってもやめられない。これがスマホのまあ問題点の一つ。で、二つ目ですね。このスマホはドラッグだということを IT 企業は利用していると。知ってると。だから彼らは自分たちの子供からスマホを遠ざけていると。 使わせない人もいるぐらいだと、えー。報酬系を狙って依存量、依存症を増やす。どういうことかっていうと、そのスマホを使っていると、僕らが知らないところで脳のドーパミンなるエンドルフィンが出てきて、実は気持ちいい状態になっていると。なので、なんだろう、それのせいでやめられないっていう、この仕組みがわかってるんだけども、それを Facebook や iPhone の開発者も知っててやってることで、結局会社を辞めた人が、いや、ちょっとあれまずかったなっていうような、 罪悪感というかですね、そういうのをですね、割とまあ、こぼしてる人が多いって話が書いてあります。で、えー、ドラッグであることを利用して IT 企業は何をしようとしてるのかというと、現代の人間が持っている最後の資産である時間と集中を奪おうとしてる。何に時間を使うのか、何に、なんだろう、注意力を向けるのかそれ、その最後の資産の時間と集中を奪おうとしてる。これが二つ目の主張です。三つ目、SNS というのは承認欲求ではない。 承認欲求って僕らよく言うじゃないですか。そんなものはこの世の中に存在しないって言ってるんですね。承認欲求ではなくて生存本能だと。だからやめられないんだと。えー、食欲とか睡眠欲などの欲より一段深いところにある。で、さらに深い本能レベルのあの欲求なので、だから食事や睡眠を削って人は SNS にのめり込むのは当たり前だと。で、これは理性ではコントロールできないことだと。 よくその、なんだろうな、SNS とかそういうふうなことに関しては、理性でコントロールできる。だってそれは食欲と睡眠欲とかそういう本能じゃないんだからっていう人いるんだけど、違うよと。食欲や睡眠欲レベルの話じゃなく、もっと深いところなんだっていうのがですね、割とその実験結果をベースにして書いてあります。えー、しかしですね、この本にはですね、あの、反論があります。まあね、あの、反論で一番有名なのは、堀江の主張ですよね。よ えー、これあのですね、ニュースピックスのですね、記事で、スマホ、スマホは脳をハックするっていうことで、アンディッシュハンセンに対して、まあインタビューした記事に対してなんですけども、それに対するホリエモンの答えがですね、というわけで、スマホに対応したニュータイプになればいいのですね。まあ、あの、結構ねわ、大変な事態だとか、やめなきゃいけない、やめられないっていうコメントがうわーっとついてるんですよ。で、その中でホリエモンが皮肉気味に書いてるのがですね、スマホに対応すればいいだけじゃないのかっていうふうに書いてるんですよ。 で、えー、つまり、この依存っていうのは個人の問題であって、使いこなせば問題なし。まあ、堀山がよく言ってるやつですね。これが本当だろうか。今日はこの辺もですね、ちょっとかなり突き詰めて話してみます。えー、というわけでですね、えー、今日はですね、このスマホのお手で解説するんですけども、一応ですね、まとめを作ってみました。うんと。 まとめね、二つにまとめてみたんだけども、こうですね、えー。この青字の部分は無料部分で話します。で、赤字の部分は限定で話して、まあ、あの、緑字の部分はですね、プレミアムで話すということになると思います。今日ね、長いです。本当に、あの、かなりね、えー、本自体はそんな分厚い本じゃないんだけども、 著者がちょっと書いてないこととか、あの、僕が他の本で、ああ、これ見つけたから、これもちょっと重ねて話そうと思ってることがあるので、かなり長い話になるんですけども、まず現状は、スマホは依存性の高いドラッグ、スマホは人の能力を下げる。これを無料でやります。で、それの理由として、えー 飢餓や伝染病より、実は人類は殺し合いであの人口は減ってきたっていう話をします。で、三大欲求より強い生存本能っていう話をします。まあ、ここで無料終わってですね。で、あの限定になったらスマホをやめられない理由とはつながりだから。えー、脳には放症ドーパミンと現実の区別ができない。割との、えー、専門的な話になってきて、で、問題、スマホの害を打つ不安、睡眠障害っていう,うな話をざっとして、 で、まあ、対象としてですね、まあ、あの、敵を無理やり目指さない。物理的に遠ざけて時間を制限するっていうような話をします。えー、考察なんかまた後で話しますけども、まあ、あの、本に書いてるの順番とはだいぶ違うんですけども、割とあの、ポイントを押さえてると思います。この話でですね。はい、気になった人はですね、ぜひ本を読んでみてください。じゃあ、あの、最初から、えー、解説してみましょう。 まずですね、スマホは依存性の高いドラッグっていう話からします。スウェーデンの調査です。まあ、あの、著者の母国ですね。0歳から1歳までの、0歳から1歳までの子供の4分の1が、 スマホを使ってネットを利用します。あまたタブレットを使ってですね。で、2歳児になると半数以上がですね、ネット中毒になっているそうです。で、7歳までにですね、スマホを持っている子がですね、ほとんど100%近くなると、ですね。あ、7歳までにスマホを使う子供が100%近くなるんですよね。スマホ、パッドを含め。で、これですね、日本とかなり似てるんですね。スウェーデンはですね、早いうちから、国家の教育としてデジタル教育というのを入れたおかげで、 あの、海外ってね、やっぱね、子供にね、デジタルツールを触らせない国がなんだかんだ言って多いんですよ。例えば、イギリスだったら家庭教育をメインにしてたり、アメリカだったら親が子供に与えなかったりという家庭教育があったんですけども、スウェーデンって割と日本並みに こういう最新機器に対して抵抗がない国だったんですね。なので、どん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 子供に与えてしまった。で、結果、7歳までにスマホや iPad を使う、使いこなす子供が100%に達して、11歳で全員がスマホを所有していると。で、平均子供たちはですね、1日10時間から12時間スマホを見ていると。平均ですよ。平均で10時間から12時間見てるってことは、まあまあまあ、もっとみんな見てる子もいっぱいいるわけですよね。で、 イギリスでもです、ね。で、さっきも言った、スウェーデンは特にすごいんですけれども、こういうことに対して割と規制してるイギリスでも、だいたい毎日6時間以上。で、アメリカではですね、もう親が止められなくなってるんですね。9時間以上ですね、えー、子供たちはですね、まあ、子供たちってこの場合言ってるのはですね、16歳ぐらい前ですか、ティーンエイジャーまでですね、えー、9時間以上ですね、スマホを使ってるそうです。で、えー、まあ、日本でのデータっていうのがまだあんまり出てないんですけど、わかってるのは、 日本はスウェーデンと同じく子供に甘くて、割とね、子供に与えちゃってるんですね。だから、日本とすごく状況が似てると思います。えー、で、大、え、体、ー、ですね、じゃあこれ政治の話、大人になるとどうなるのかっていうと、平均でですね、10分に1回、僕らスマホを見ていると、えー。で、えー、僕らの中の半分の人は夜中に大体いい1回、 スマホを見ていると。ついつい見ちゃってるんですね。で、えー、10分に1回見ててですね、夜中に一度ですね、触ってるってことは、毎日何回タッチしてるのか。つまり、タッチとかスワイプとかそういうのの回数でカウントすると、1日2600回ですね、触ってるそうですね。これなんかね、かなりね、意外でした。 えー、思ったより多い。1、10分に1回って言われたら平均したら確かにそうなるかもなとかね、夜中に1度っていうのはわかる、わかるんですけど、2600っていうのは割と多いですよ。で、なぜこんなに、まあ、触っちゃうのか依存性が高いのかっていうと、人間の脳っていうのは大体ま、100万年ぐらいかけてですね、進化してきましたよね。だから、その人間の脳っていうのは、狩猟時代。 脳耕が始まったのは多分7万年ぐらい前だったと思うんですけども、それより前のずっと100万年間ですね、ずっと僕らの脳というのは狩猟時代に進化した。だから人類の脳というのは狩猟時代にセッティングされてるわけですね。 で、えー、なので、狩猟時代といっても動物を狩るというよりは、木の実を取るってことがほとんどだったんですよ。で、たまにしかね、あの、実がならない木。例えば、高い木の上に実がなっていて、下から見ても実がなってるかどうかわかんない木あるじゃないですか。ああいうのをわざわざ登って、登るまでわかんない。登って実があるかどうか見て、で、なかったって降りる。 で、何回かに一回あったら、うわあったーって喜ぶ。そうすると栄養価の高い実が取れて、まあまあまあ喜ぶというのがあるんですけども、まあ高カロリーの果実という報酬を得るわけですね。で、自然から得られるものっていうのは割とこういうギャンブル性が高い。例えば、ここで魚が取れると分かっても、いつも取れるわけではなくて、やっぱたまに取れるところ。で、さらにたまーに取れるところなんだけど、ここはなんかでかい魚が取れると。そういうふうなものを人間っていうのは、 過剰に評価するように脳がなってるそうです。これはもう、狩猟時代に長く生きてたからですよね。えー、ギャンブルというふうに、ギャンブル、人間が夢中になるのは、これが、あの、なんだろうな、ベースなんですよ。だから、ギャンブルっていうのは、意志が弱い人がなるんではなくて、狩猟時代に人間の脳がセッティングされてるから、そういうギャンブル性があること。例えば、木の上に登って、木の実があるのかどうか確かめる奴の方が生き残れるわけですね。ギャンブルに興味がないような、 あの人間というのは遺伝子的に子供を残しにくく。だって死んじゃう可能性高いですから。そういうのではなくて、ついつい、いつもと違う道を通って、ちょっとあそこ見に行ってみよう。もうちょっと川の向こうまで見に行こうと思って、魚を取るやつの方が生存確率が高いので、生き残ってる人間というのはみんなギャンブル好きになっているわけなんです。僕ら結局ギャンブルが好きで、それによって得たものを評価する奴らの生き残りなんですね。で、あの、 で、だからその時にですね、そのギャンブルをすることだけで僕らの脳内には快楽物質が出るようになっている。ここまではもう,もう本当に実験結果で分かっていることです。あの、ギャンブルで得たものではなくて、まずギャンブルをする。念のため見に行ってみるかとか、あとガチャガチャ回してみるかとか、あの店だったら会うかもしれないと、行くだけで僕らの脳の、脳には報奨系と言われる、報酬のあのホルモンが支払われるわけですね。で、その結果もし会った時に、 普通に得たものより価値があるように感じてしまう。それもそういうふうなホルモンが出てるからなんです。こういうふうなですね、ギャンブル好きの脳に、まあ、100万年くらいかけて僕らの脳というのはセッティングされていると。あの、で、スマホからの情報っていうのはこのギャンブルと同じでですね、大事かもしれないと思って開いてしまう。例えば、メールが来てるという通知があったら、そのメールはほとんどは大したことがないなと分かっていても、その大したことがないなと、 分かって開くだけで、実は僕らの中には放射系のホルモンが支払われているんですね、脳の中には。つまり、何かいけるかもしれないと思って、実際にいけた時にはさらに倍ぐらいの快楽物質が出てくるんですけど、これはね、あの、狩猟時代に作られた脳が、実際の獲物と、そのスマホの中のデータ、バーチャルなデータの見分けがつかないんですよ。 だから見分けつかないですよね。だって脳はそんなことをなんだろうな、前提に進化してないんだから、脳はこんなスマホなんていうのがある、100万年も前から進化してるのでですね、実際に得られた獲物とですね、あとデジタルなですね、単なるデータだけ、あ、これ読んどいてよかった、このメール読んどいてよかったというものとか、全く見分けがつかないですね。だから生き残りをかけた、なんかそういう生存をかけた獲物と、 なちょっとした LINE とかちょっとしたメールっていうふうなものを同じように評価しちゃうわけです。ええー、まあまあまあ。ええー、この当たりというんですかねあの。あ、見といてよかった。あの、念のため寄っといてよかった。あ、なんか、あの、通知音来たから見といてよかったっていうのを過大評価するドーパミンが放出されてるとの。これはもう人類100万人の進化だから逆らえない。だから僕らは10分おきに見てしまうんだ。これがこの,この本の中の一つ目の主張です。で ツイッターのアプリとかで、その、なんだろうな、あの、スワイプするじゃないですか。え、なんか新しいデータで、例えば検索しようとしたら、画面をそのままタッチするんじゃなくて、一回スワイプして下げるんですけども、あれ何なのかっていうと、そのツイッターの開発者とか、あとあの、インスタの開発者とかが、スロットマシンをベースに開発してるっていうんですね。何かやるときに、タッチではなくて、ほんの一瞬指を動かさせることによって、そこにギャンブル性が出てくると。 で、それによってですね、あのカラフルなですね、画面が一瞬動いてする、あの、なんだろうな、画面が更新されることによって僕らの頭の中で、ああ、嬉しいとか、ああ、楽しいっていうのが出ちゃうんですね。で、そのためにわざわざタイムラグを作ってると。あれ、実は本当はツイッターの更新しても何にしてももうちょっと早くできるそうですね。ねところがあれをあんまり早くしないのは何なのかっていうと、その、 もうね、あの、ギャンブルとか散々ですね、えー、マーケティングされてるので、コンマ何秒を待たせると人間の期待値は最大に達して、そして人間の中、頭の中の快楽物質っていうのは、パーッと出るっていうのがもう分かってると。それに合わせてセッティングされてると。つまり、IT 企業っていうのはそこら辺のことを分かって仕掛けてるんだけども、ところが僕らそれが、こういう原理を説明されても、多分見ることはやめられないわけですね。だから、あの <laughs>、 この中に書いてあって僕はもう思っちゃったんですけど、スマホっていうのはね、1日に2600回通えるパチンコ屋なんだなと思ったんですよ、ね。1日に部屋の中でゴロゴロしてるだけで2600回もパチンコ屋通えたら、そりゃ誰でもパチンコ屋中毒になりますよね。で、おまけにですね、1日6時間以上スマホを見ている人。まあね、僕らの中のかなりの人は1日6時間以上見てると思います。6時間以上スマホを見ている人にですね、 あの、これ心理実験なんてか精神科の実験なんですけど、スマホで手放させる。つまり、はい、あのスマホを渡してくださいって言って、どのぐらいでストレス感じるのかというと、10分間でですね、ストレスホルモンのコルチゾールのレベルが急上昇。つまり、10分間で禁断症状が出てくるんですね。毎日6時間やってると、10分間でストレスホルモンのコルチゾールがギュッとレベルが上がってきて、症状すると。 で、えー、これってギャンブル中毒の人と全く同じだそうです。ギャンブル中毒の人たちもギャンブルにいつでも行ける環境、つまりスマホがいつでも見れる環境とパチンカイとかを見た時にあのいつでも行ける環境、同じ環境にあると大体行けない、行ってはいけないというのが10分間続くとストレッチがどんどん上がっていくそうですね。で まあ、そんなこと言ってもですね、依存症になるリスクっていうのは、まあ、アルコールもそうですし、まあ、スマホもそうなんですけど、世の中にいっぱいあるじゃないですか。ただし、ですよ、大人でも、大人でもビールを毎日5本飲んでると、確実にアル中になりますよね。だから、未成年の飲酒というのは、あの、 理性でこういうのをコントロールできないから、まあ禁止されてるわけですね。同じように大人でも毎日スマホをですね、5時間触るとですね、確実に依存症になると。でも未成年のですね、スマホとか、あとパッドを禁止する法律っていうのは今のところないんですね。で、で、これで精神科医とか自動心理学者が危機感を持ってきた。というわけで、研究が年々盛んになってきてるわけですね。で、じゃあ、依存症になったとしても別に悪くないと。 依存症になるということは逆に言えば使いこなせるということだと。いいんじゃないかって考えがあるか、あるかもわかんないですけども、の依存症になると何が悪いのかっていうと、スマホはね、人間の能力を下げると。これ僕、この本読んでてすごい面白かったんですけど、人間の能力を下げるということがわかってきた。アメリカのですね、小児科医学会はですね、タブレットを使って学習をすることは子供の発達を遅らせると発表したと。 あの、タブレットを使って学習させても、例えば教科書を全部タブレットに入れるとかっていう風に言ったら、それは一見いいことに聞こえるんですけども、えー、発達を遅らせるということが分かったと。で、例えば、あの、タブレットでパズルやると。これあの、三角形とか図形とか移動するパズルやると。で、実際の積み木をやると。で、この実際の積み木をすることとタブレットでパズルを解くことは、大人にとってはほとんど差がないそうです。大人にとってタブレットっていうのは、あくまで、 なんだろうな、えー、仮想的なものであって、その中で指を動かして積み木をやってても、実際の積み木とですね、違うこと僕らはわかるんですね。ところが子供にそれを使わせるとどうなるのかっていうと、発達期の子供がですね、積、えー、み木の代わりにタブレットを使うと、全く違う効果が現れると。えー、指で積み木をしたりですね、鉛筆で文字を書くと、脳の運動矢も同時に刺激されると。この運動矢とのリンクが少ないと、 後で困ることになる。算数能力とか理論科目を理解できなくなると。つまり、えー、一見、そんなものを、なんかすべての子供につあの積み木を買ってあげるって言ったら金がかかっちゃうから、だったらパッド一つ与えて、そのパッドの中でバージョン積み木やらせればいいじゃないかって考えるんですけども、ところがそれをやると、ものを掴んだ時の感触や運動させるということがなくなってしまうので、で、それはその場ではわかんないんですよ。 何年か経ってその子が成長していった時にですね、その理論科目が理解できなくなったり、算数能力が下がるということが調査で分かったとで。これはあのアメリカのですね、小学校教育ですね。小学校教育にあのパッドを入れようとしてたんですよ。で、そこにですね、大変な衝撃を与えたそうです。で、ノルウェーの実験でもですね、同じ短編小説を 紙に吸ったプリントで読ませるのとタブレットで読ませるっていうのを小学生に対象実験しました。そうすると紙で読んだ子供の方が、まあ、やっぱよく覚えて理解していたと。これはなんでかっていうのはまだ研究中なんですけど、とりあえずそういうデータだけは出てくるわけですね。で、能力がこう下がるのはですね、子供だけではなくて、例えばニュージーランドのですね、大,、えー、大学教授のジェームス・フリンさんという人がフリン効果っていうのを 多分ね、40年ぐらい前に言ったんですけども、それは何かっていうと、IQ テストですね。IQ テストをですね、各年代とか世代ごとにやってると、実はですね、20世紀に入ってから人類の知能指数っていうのはすごい上がってるんですね。1920年代からですね、だいたい10年単位で知能指数が何ポイントずつか上がってると。しかし、この不倫効果っていうのは、フリンさんが言い出した1980年代の後もあの調査が続けられてですね、1990年代になると頭打ちになったんですよ。 えー、不倫効果で今コメントがあったんですけど、あの、あの、なんか結婚してる男女が付き合ってる、その不倫ではありません。ジェームス・フリンっていうオーストラリアの大学教授です。で、えー、1990年になるとですね、えー、知能指数の上昇は頭打ちになってしまって、まあ、ちょうどね、ビデオ時代からなんですよ。で、2010年ぐらいから加工が始まった。 ですね。おそらく20年ごとに平均 IQ は6から7下がるというふうに言われてます。で、この理由というふうに言われてるのがマルチタスク、つまりながらなんですね。あの、2000、1990年から始まって2010年から、まあ、スマホの普及と同時なんですけど、それの何が悪いのかというと、僕らはスマホを見ながら何かするっていうふうなことを覚えてから人類全体の知能指数が 10年ごとに6から7下がるという、えらい事態になってます。スタンフォード大学の研究です、えー。自分でマルチタスクができると思ってる。得意だと思ってる。つまり、まあ、スマホを触りながらやっても大して別に変化ないよとか、あと、いや、音楽聴きながら仕事した方が調子いいんだよとか、あとなんか、あの、ありますよ、ね、テレビ見ながら仕事した方が実は効率が上がると思ってる人たちっていうのを、 ま、あの、そういう人たちを、あの、対象に調査すると、そういう人たちは実は集中力が低いことが分かったと。実験問題の点が低かったわけですね。で、えー、まあ、あの、それなんでかっていうと、その、注意残余って言うんですけども、 あの、脳には切り替え時間が必要なんですよ。で、えっと、あの、映画を見てる最中にですね、何秒かメールを見てると元の集中力に戻るにはですね、数分間かかるそうです。これを注意残余って言うんですけどもですね、えー、で、なんでそれを人間わからないのかというとですね、脳はマルチタスクの最中にドーパミンを出すんです。つまり、何かをしながら勉強してる、テレビを見ながら勉強してるとか、 あの、友達とのラインを時々チらみしながら作業してると、その最中ドーパミンを出してて、自分の作業が、あの、なんだろうな、余計進んでるような錯覚を得るんですね。つまり、注意力をですね、分散させると報酬が出るんですよ。で、えー、これなんでかというとですね、その、目の前の獲物とか、目の前の例えば、えー 果物を取ることとかですね、水を飲むことに集中しちゃうと、動物に、いや肉食動物に襲われるからですね。実は僕ら人類っていうのは集中力があるように見えて、集中、物事に集中させないように脳が作られてるんですよ。何かに集中して夢中になっているような人間の祖先はもう全部食われていなくなってってるわけですね。そうではなくて、しょっちゅう気が散ってチラチラ周りを見てる奴の方が生き残ったと。 で、それは周りを見ているやつが生き残ったというよりは、しょっちゅう周りをチラチラ見て、何か変化があったら、脳の中に、やっぱりっていうですね、快楽物質であったり、あとは不安をかき消す物質,す物質が出ちゃうんですね。なので、その成果をやっぱり過大評価してしまう。これが、こういうふうな脳の構造になっているからですね、こういうマルチタスク的なことをすると、まるで作業効率が上がっているかのような錯覚を、 マルチタスクやってる人は全員感じてる。ところがそれを冷静に実験して確かめてみると、そういう人たちにマルチタスクをやらせない環境でした方が、実は作業効率がいい。でも脳の中に快楽物質が出てないんですよ。だからつまんない作業だから、実はその作業ははかどってない気がするんですけども、でも作業量全体とか、あと問題をどれくらい解けたかっていうのを比べてみると、明らかにシングルタスクの方が効率がいいわけですね。 ただ、人類の脳っていうのは、そういうシングルタスクに集中させないように進化してるので、こういうマルチタスクっていうのはですね、えー、なんだろう、快感物質が出てしまう。なので、ついついやってしまうわけです。で、じゃあですね、あの、スマホをですね、まあ、見なければいいのか、触らなければいいのかっていうことになるんですけども、またこれもですね、 本当にね、いろんな実験やってるんですよ、えー。大学生500人を対象にしたテストで、いろんな状態でスマホに触らせないというのをやってます。まず、サイレントモードにしてポケットに入れるです、ね。また電源を切るです。電源を切ってポケットに入れて、教室の中でテストを受けるグループと、えー、電源を切って教室の外に置いとくと。つまり教室内に持ち込ませないっていうのグループやると。そうすると、 やっぱりというか、意外にもというかですね、教室の外にスマホを置いてきたやつの方が点数が高いんですよ。でこれもですね、その、あの、理由がちゃんとわかってて、えー、つまり、ポケットの中にあるだけで意識しちゃうんですね。で、そうすると、意識しちゃうと、 そのさっきも言った原始状態の時のですね、まあ常に注意を配ってなければいけない、何かに変化しなければ生き残れないっていうその注意力分散のマルチタスクっていうのが出てきてしまって、ポケットの中のスマホをですね、無意識に数分に1回とか数十秒に1回意識して、いや、見なくていいんだ、見ちゃダメなんだっていうふうな形で押し殺すわけですね。この押し殺す脳の処理容量が、実は脳全体のですね、処理の10%近く取ってるそうなんです。 僕らの脳の中で物事に集中しなければいけないというこの集中力の10%ぐらいをスマホを無視するというコマンドが処理力をこう奪ってるわけですね。それに比べて、あの、教室の中に持ち込ませなかったやつはただ単に物理的な距離があるだけなんですよ。ポケットの中か教室の外かなんて変わんない気がするじゃないですか。でも、それだけでテストの点が明らかに違ってきてると。じゃあ、それは、あの、じゃあですね、さらに実験が続いて、 他人のスマホをテーブルの上に置くっていう実験やってるんですよ。これね、もう関係ないんですよ。自分のスマホじゃないんですよ。他人のスマホをテーブルの上に置いとくっていうことをやっただけで点数が下がるんですよね。だから何かっていうと、スマホというものがあるので、スマホのことを思い出して、そして、いや、そんなこと考えちゃダメだっていう脳の処理のおかげで僕らのパフォーマンスは下がっていくと。 すごいですよね。あの、で、これね、あの、スマホのね、あの、あるだけで注意を奪ってしまって脳の容量を取っているからなんですけども、で、なんでかって、なんでそれがスマホなのかっていうと、スマホとは常に新しいこととか、あと、注目すべきことっていうのを教えてくれるわけですね。なので、処理量の何%、脳の処理量は常に、そのスマホ、新しいことを教えてくれるものに対して割り合ってしまうんですよ。あの、 まあ、いわゆる常駐させてる重いアプリと同じですよね。それと同じようなことが、スマホには今何があるんだろうっていうことを、他人のスマホが置いてあるだけで感じてしまうわけですね。で、ちなみにですね、これはあの、他にも実験があってですね、リンクを無視するだけでも脳の処理を使います。例えば、そのテキストを読ませる問題で、文章を読ませると、それをどれくらい理解していたのかっていうのを測るテストがあるんですけども、同じパソコンの画面に文章を出してもですね、 リンク付きのテキストですね。つまりここをクリックしたらさらにウィキペディアに飛ぶというリンク付きのテキストを読ませて、もちろんリンクはクリックしてないんですよ。リンク付きのテキストを読ませるだけでみんな理解量が下がるそうです。つまりリンク付きのテキストを見るだけでリンクをクリックしたいなと思う心を抑えるために脳の容量の何パーセントかを使われてしまうとうですね。いや、なんかそんな仕掛けになってたの僕らの脳みそって思いますよね。 あの、スマホを触らないとかね、リンクをクリックしないっていうのは、実は処理能力を使ってるんだっていうことですね。で、えー、テッドでですね、この実験されました。テッドってあの、ほら、賢い人が出てきて、みんなの前でこう、プレゼンしたり、スピーチしたりする、そういうなんか賢いイベントあるじゃないですか。あれの、あれでも実験されたんですけども、あの、テッドをですね、聞くときにですね、やっぱりあの、大学生と同じように、スマホをポケットに入れておいて、電源を切っておく。 っていうグループと、スマホを会場の外で預かって、このスマホ、あの、スマホ会場持ち込み禁止ですって預かりますって預かされたグループがあるんですよ。で、そうすると、これも本当に、ま、講演者も賢い人なんですけど、来る客も賢い奴らばっかりなんですよ。で、そいつらで実験したらどうなったのかっていうと、さすがね、賢い人らばっか集まってるんですよ。最初の15分は、 理解度が全く同じだそうです。しかし15分を過ぎると、あの、多分なんか、みんな脳の中の処理が取られるんでしょうね、えー。スマホをポケットに入れていたグループの方が理解力が極端に落ちていくそうですね。それは電源を切ってポケットに入れてるだけなんだけども、15分以上経つと、えー、会場の外にスマホを置いてきたグループと理解力にですね、差ができてしまうわけです。ですね。 えー、以上ですね、スマホは人間の能力を下げるというですね、話でした。しかしですね、その、まあ、能力を下げると分かってもですね、スマホは原始時代の僕らの脳の中のプログラムであるですね、常にマルチタスクであれっていう命令を、やっぱね、守ろうとするんですね。だから、えー、スマホをチラ見してたり、スマホに注意を払うたびにですね、実は放射系のブドーパミンが出てると。さっき僕は、えー スマホの中になんか情報があるんじゃないかと思うことで脳の処理力を使ってしまうと言ったんですけど脳の処理力を使うと同時にそのことを思い出すことによって軽いドーパミンが少しずつ出てるんですねで、えー、それによってですねその注意力をさらに奪わせようとしてるんですけどスマホに対して思い出させるってことを何回も何回もリピートさせようとしてるんですけどもだから人間っていうのはですねなんかつい ちょっとでも暇があったら、スマホを見ちゃうというのは何なのかというと、暇があったら見てるではなくて、10分以上経つと、脳内のストレス値が上がってきて、スマホを見たいと思っただけで、ここはここなんですよ。スマホを見よう、見たいと思っただけで、1段階目のですね、放射物質が、つまり報酬ですね、脳の中に放出されてしまう。実際にスマホを見ると、2段階目のが出る。で、その中で、 何か自分に役に立つ情報があったら、最大値の放射物質が出て、やっぱり見といてよかったっていうふうになっちゃうんですね。そんなもんね、中毒になるに決まってんじゃないですか <laughs>、えー。さて、ここまでですね、僕はこのスマホの話をですね、連続して大体25分ぐらいやってます。えー、皆さん何回ぐらい見ましたか <laughs> <laughs> こういう話をしてる最中もついつい触ったり見たりしちゃうんですか僕いつも右のポケットにですね、スマホ入れてて、今日入れ,あ入れてないんですよ。あの、ここで講義するときはですね、えー、絶対に持ってこないようにしてるんですけども、僕の今右のポケットにはこのマイクロフォンのですね、ここのマイクの親機が入ってるんです。で、この親機がさっきから何かこう、スマホが入ってる位置に同じぐらいの機械があるので気になってしょうがないですけど。<laughs> 怖いよね。<laughs> 本当に。 ま <laughs> まあ、まあ,こあの、アンケート取るほどのことじゃないですから、アンケート取りませんけど、前列ヤンキー優秀ですね。みんなゼロ回という回答が多い。で、えー、次の話します。もうあの無料の方はですね、あともう本当に、えー、10分ぐらいで終わりますけども、あのー、じゃあなんで僕らは、まあそのスマホを手放されるのは分かったんですけども、その中でもですね、なんでこの SNS、 はまっちゃうのかって話をします。で、この SNS もですね、その現実に友達がいないやつがとか、あとリア充がとかいろんな言い方するんですけどもですね、この、そもそもなんだろうな、SNS から僕ら逃れられるのかって話になってくるんですけどね、えー、人間のですね、会話のですね、6割までは実は、 あの、自分の話かもしくは人の噂だそうです。僕らは人類というのはゴシップが大好きな生き物で、代々人間の会話っていうのはカウントしてみると、自分の話か人の噂が6割ぐらいだそうですね。で、これですね、この比率は現代人だからじゃないんですよ。狩猟時代から変わらない。 実は人類は、その100万年の狩猟時代ですね、あの、獲物を取ったり、木の実を拾ったりしてる時からですね、というか言語を使い出した瞬間から、人の噂話か自分の話ばっかりしてるそうです。えー、ホモ・サピエンスが勝ち残ったのは、まあ、噂話のせいだっていうのは、あの、サピエンス全史ですね。サピエンス全史、えー、明日ですね、全、えー、編公開する予定ですので、そっちの方を見てください。 で、今はですね、サピエンス全詞のですね、あの、書かれた時代よりさらに研究が進んでいて、えー、脳、なんで僕ら噂話をするのかというと、噂話をするだけでですね、脳の中に報酬ホルモンですね、つまり報酬が支払われていることが分かっています。えー、人の噂を聞いたり、さらに自分の話を聞いてもらえると、脳に また過剰なね、報装が与えられるんですよね。で、なんでかっていうと、なんでそんな仕掛けになってるのかっていうと、噂話に加わると生き残れる確率が上がるからなんですよ。で、ちょっとここから怖い話になります。えー、原始時代ですね、人間はなんで死んだのかですよね。まあよく言われるのが、飢餓だとか病気だとかって言いますよね。あと、あの、野生の動物に襲われるかって言うんですけれども、実はそうではない。実はですね、人類は、 例えばその10歳までにですね、あの原始時代、10歳までに子供はですね、半分ぐらい死んでますで。その半分の原因、半分死ぬ原因はですね、ほとんどが殺されたからなんですね。親から仲間から、殺されたから、見捨てられたから、子供たちは死んでいる。半分まではですね。で、えー、狩猟民族のですね、あの、成人の頭蓋骨を調べるとですね、その、 政治の骸骨のですね、10%から15%にですね、左側にくぼみがあるそうですで。このくぼみというのは何かというと、右利きの人間に石で殴られたからなんですね。 えー、これ戦争でも何でもないんですよ。戦争でも何でもなくですね、えー、狩猟民族というのは、まあ、お互いがですね、ハイスペックな人間しか生き残れないわけですね。獲物を取ってくる人間しか生き残れないような社会だから、グズであるとか、ノロマだとか、いるだけでみんながイライラさせるやつっていうのは、その総人口の10%から15%は、周りの人間がうざくなってある日殺してしまうんですね。 で、こうやってですね、人類というのはある程度間引きをして、えー、進化してきた。じゃあ、これが狩猟時代です。じゃあ、農耕時代になったらどうなるのか。農耕時代になって、まあ農業が始まってみんなが食えるようになったら、まあさすがにその狩猟時代みたいな、えぇ、ー、サバイバル戦じゃないから良くなるのか。違うんですよ。農耕時代になると、えー、人間、お互いに殺し合ってですね、あの殺される人間の数は20%に増えます。 左側にくぼみがある人間の数は20%に増えちゃうわけですね。狩猟時代に15%だったのが、農耕時代になると逆に増えてしまう。これなんでかというと、その集団です生活するようになるからですね。で、えー、人間関係のトラブルで死ぬっていうのが、実は人類が死んでいる最大の原因なんですよ。子供たちっていうのは親とか仲間たちに殺されて、 半数が死ぬって話をしたんですが、大人になっても同じなんですね。5人に1人はですね、仲間に殺されて死んでいるんですよ。つまり、人類というのは、飢餓とか伝染病とか野生動物に殺されるより、知り合いに殺される人数の方がずっと多いんですね。飢餓、伝染病、猛獣より、仲間なんですよ。人間が人間を殺すんですよね。 で、嫌な奴はみんなで殺すのがですね、その人類の歴史であって人間の本能なんですけども、しかしですね、実際に手を下すと、つまり、あいつ嫌な奴って腹立ったら殺すっていうふうにやってるとですね、その人はその群れの中で危険な奴ていうふうに思われるんですね。人間はもう言葉を得てるので、腹立って誰かを殺すと、 あいつが誰かを、なんとかを殺したそうだと、噂はあっという間に回って、あいつ怖いな、あいつ嫌な奴だな、というふうに思われてですね。なので、次はそいつが危険になるわけですね。だから、人間はですね、直に手を出して、腹立ったから殺すんではなくて、なんであいつを殺すべきかっていうのを周りに伝えて、その噂を広めて、その準備をすると。で、噂で誰を次に殺すべきなのかっていうのを決めるという方法を編み出した。これがその、 現地時,時代から言葉を得た瞬間から僕らが、なんだ、持っている生き残りの方法なんですよね。どうやって、えー、群れの中で有益な人間のみを生かして、群れの中で群れを邪魔するようなやつを間引きしていくっていうのは、こうやってやったというのが、まあ最新の研究でも分かってきてるんですけども。で、 えー、さてですね、そういう世界では、そういう世界というのは僕ら人類の狩猟時代から農法時代に入って、さらに殺人率が増えた時代ではですね、誰かの悪い噂とか、あと自分はどう思われているのかっていうのは最重要情報なんですよ。これが一番重要なんですよ。だから僕らついつい原始時代というのは人間というのはどうやってご飯を得るのかとか、どうやって病気にかからないのか。 どうやったら野生生物が身を守るのかって、そういう本能をバリバリ、センスバリバリで生きてると思っちゃうじゃないですか。そうじゃないんですよ。原始時代から農耕時代の、その、いわゆる歴史が始まる以前の人間というの,のが一番気をつけたことは、自分はどう思われてるのか。そして、誰が悪い奴なのか。誰がすぐに人を殺すのか。誰が危険な奴なのか。って噂を流すというふうなことが人類のですね、その最重要。 課題というのかなあの、最も関心があることだったんですねで。これは、その、もちろん、農耕社会が始まるダンパースと言われるですね、150人から200人を最大値とする群れの中で伸びていった本能です。で、僕らの脳はですね、その一つの群れっていうのを150人から200人が最大限というふうに、100万年かけて調整されちゃってるんですね。なので、 あの、SNS という事態を脳は全く想定してないんですよ。それどころか、その農業が始まって、そこまではギリギリ、もう脳はついてなんとかついてきてるかもわかんないんですけど、出版が始まって、で、えー、よその国の人の話を聞いたり、自分がどういうふうに思われてるのかっていうのを、例えば新聞で読んだり、さらにそっから SNS で自分がどういうふうに思われてるのかっていうことなんて、全く脳は想定してないので、周りの人間がどう思ってるのかには、 一番気を使えと。それが一番生き残るためには大事だぞと。周りの人間に自分が今どういう状態か伝えろ。それが一番大事だぞと。その対象が150人だと脳は思い込んでるんですね。原始時代に脳が進化したから。まさか100万人とか1億人になって事態は全く想定してないんですよその。そういうふうに僕らの脳は作られてないから。なので僕らは SNS というものを与えられた瞬間に脳がパニックになってるんですよね。ずっと火災警報器のボタンを押されっぱなしなんですよ。 だから、あの、よく SNS っていうのは何があるのか。それは自己承認欲求だとかって言うんですけど、違うんですよ。自己承認欲求っていうのは、その SNS ができた後に、なんで人間は目立ちたがるんだろうか、なんで人間が評価されたがるんだろうかというのを後付けでつけた言葉であって、本来そこにあるのは、僕らの脳がもともとダンパー数と言われる群れの仲間が150人から200人しかいなかった世界で生き残るために一番これが大事だっていうプログラムが、 未だに最重要課題として動いてるからなんですね。だから僕ら SNS みたいなものを与えられると、それに対してかつての群れ,群れでしていたのと同じように、俺はこんな人間なんだ。あいつはどんな人間なんだ。そんなひどいやつなのか、じゃあ殺すべきかもなっていうのを無意識に無意識に無意識にずーっと繰り返しちゃうわけですね。なので、この SNS で 他人の噂を知ること、SNS で自分でアピールすることは、食欲や睡眠欲よりも上に来ちゃうんですよね。だからあの、よく SNS でインスタグラムで、なんかレストランでご飯食べて、食べる前に写真をアップしてるとか、かそんなことしたら美味しいご飯が冷めちゃうバカだっていうふうに、 僕もついつい考えてたんですよ。僕もそういうふうに思ってたんですけど、違うんですよね。あの人たちはさらに本能に忠実なんですよ。<laughs> こんなご飯を食べている私は重要です。ほら、私は群れの中で値打ちがありますよねっていうふうに言わないと、命の危機っていうのを脳のどっかが思ってるからなんですね。それを現代の僕らそれを翻訳して翻訳して翻訳して自己アピールが激しいとか、リア充とか、承認欲求とかっていうふうに言ってるんですけども、実際に脳の中で起こっていることはそういうことなんですよ。 で、あの、おまけにですね、自分のことを話すと、さっきも話したように、脳の中に報奨系のドーパミンが出ると言いますけども、あの、まあ、自己承認欲求の正体、これなんですけどもですね、あの、殺されたくない、群れのために誰を殺すべきかという原始の本能が、 人間をですね、おしゃべりにするし、人間を噂好きにしてるわけですね。だから、あの、さっきも言ったように、睡眠時間や食事を削ってもですね、噂話や自己アピールをしたり、ご飯そっちのけで、LINE を、友 <laughs> 達から LINE がポンって来たらですね、その瞬間に返さなきゃいけないというのは、この脳の原始の働きになってます。 三大欲求より強いですね。つながり欲求ですね。これは、あの、まあ、生存本能だと。だから、まあ、ま、SNS でですね、タレントの悪い噂をリツイートするのは、それだけで脳の中に放射系のドーパミンが放出されることですし、あと、直に手を殺さずに、次に誰を殺すのかを決めるっていうのは、それはもう僕らの本能レベルの行動だから、相手が死ぬまでですね。例えば、その、 タレントでなんかけしからんことをしたやつがいたら、あいつはこうだこうだってずっとリツイートしたり、俺は忘れてないぞって噂を流すのはなんでかっていうと、相手が死ぬまで攻撃をやめることができないからなんですね。原子の本能に動かされてるからなんですね。えー、ということですね。ここまでの話、まとめです。えー、スマホは依存性の高いドラッグ。スマホは人の能力を下げる。で、飢餓や伝染病より、実は殺し合いが人,人間を殺した理由で、 えーこえー、死なせた理由では多かった。三大欲求より強いつながり欲求。これは生存本能であるという話をしました。えー、アンジシュハンセンのですね、世界的ベストセラーですね。えー、スマホの問題作でもあります。ですね。えー、無料解説はここまでです。お疲れ様でした。ということでですね、アンケートを出してください。はい。 でしょえー、まあでコミュニケーション意見に押し付けいなどそのプログラムは今後更新されないだろうかいや更新されますよ100万年ぐらいかけりゃ100万年かけてセッティングされたんだから10万年ぐらいかけりゃなんとかなるでしょう <laughs> はい、はい、じゃあアンケート結果出してくださいありがとうございますみんな切実の問題ですよね <laughs> すごい今日いいわ えー、限定の方はですね、あの、まあ、この続きですね、この赤になって、スマホをやめられない理由は何なのかっていうことと、あと、えー、脳には放射ドーパミン現実の区別がつかないですね、旅行の快感と平、エッセンスのつながりを食欲、まあ、こういうですね、今話したようなことをですね、さらに詳しくやっていくのと、あと問題点ですね。 えー、スマホをやってるとどういうようなことになっていくのかっていうのをですね、話していこうと思います。えー、次回はですね、3月の7日ですね、えー、サイコパスの人生相談です。えー、投稿フォームからもですね、どんどんお便りをお待ちしています。えー、単なる感想でも嬉しいです。えー、ステッカーをですね、えー、今回はですね、なんかまあ2枚ぐらい、あの、送ろうと思いますのでよろしくお願いします。えー、それでは、限定の方に切り替えてください。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。